お疲れちゃんですラットです。今日はですねこちらゴルエ34やっていきたいと思います。というわけでめっちゃ久しぶりのね 3C 今日はやろうと思います。でなんですが、ちょうどねいいことにちょうどいいのか分かんないんですけどレベル13なのでね、はい、今日ちょっと13-3-4で、どんぐらいやれるのかなっていうのをやっていこうかなと思います。まあゴルナイとかエリババが強いんでね、結局まあ 3C14 だろうが13だろうが、まあ相手がファイブを持ってない限りはね、まあ基本的にはそんな変わんないと思うんでね、はい、今日こちらでマルチやっていきます。まあファイブをね引いちゃうとさすがにもうこの団体カンストしてない人いないので、ユニレベがねまあワンパンされると思うんで、まあエリポン置きまくって、まあエリポンエリババ、ゴルナイゴーストなのもう陸ゲーでね、はい、勝ちたいと思います。だからまあ最近のね30種はね、まあ30種飾りなんでね、マジで周りが強いんですよ。本当に周りがガチで強すぎて、もう周りでただただ勝っていくだけっていうね、イメージを持ってもらうぐらい本当にね、周りゲーです。でエリポンなかったんでちょっとね今回シャアなしの3種展開していくんですけど、さあお相手さんねライトニングってきたな。いやーこれさ無視してマジでぶっぱでもいいんだけど、一回丁寧にいくかいやーこれやばいやつだ、いややばいやつかっていう気がしたんだけど違うのかな。トルネでキング吸ってくるタルボーサイトコストなくてみたいなないかな。これ U の追加まで行きたいね。いやー陸きついんだけど普通はね、マザネク強すぎてハゲるなこれ。やば次、いやエレジアイだ、いやエレジアイは全然いいんだ。 OK。 さあというわけで、まあダックプリオリマザネクのね、まあ結構陸カタカタのね、はい、エレジアイちゃんかな、エレジアイ来たんですけど、まあエレジアイはねエリババで溶かしたいですね。はい、まあエリババはライトニングプラスのタルとかで飛んじゃうんですけど、まあエリババにライトニング出せて、まあエリポン貯める3種貯めるもできますし、逆もしっかりと。でここ絶対足前エレジアイ来る、あ来なかった、足前エレジアイ来ると思ったんですけど、まあ足前だったら余裕で止まるよなと思いながら、でこっからあの低コストで回します。できるだけやべえ、あぶんね、いやよく頑張ってきたババで低コストで回すと、相手がね僕の次のエリポンに対してあれが回んないんですよね。名前忘れちゃった、ライトニングですね。さあここなんで、ここでエリポンも置いちゃいます。でまあちょっと怖いかもしんないんですけど、エリババヒースピで守ります。あーでも相手もさ意外となんか頑張ってるよね回転、いや結構きついはずなんですよ。でもう一回ね、相手絶対きついですからこれ、なんか3種ね、これ意外と周りが低コストでね回っちゃうんでね、で最悪エリジェ来てもエリババヒースピで守れちゃうっていうね、はい、もうチートデッキですこれ。さあこっからね、まあ、一旦防衛の構え しましょうか。こう固めちまえばね相手多分突破できないんでね。さあどうしようかなーって考えながら、いや相手ちょっとぶっぱしたい顔してますよね、ぶっぱしたいなーって顔してると思うんだけど、さあぶっぱされます、しないでほしいんですけどね。でエリババねヒースピです、はいこれねもう壊れです。でエリポンね貯めれます、今ライトニング使ったんでもう一個エリポンいっちゃう、2個目おかわりです、はい。でここで来てもエリババで守れちゃうって、しかも今陸でやってるっていう、まあ最初最初にねライトニングでさよならしただけっていうそれ以外もう全部もう周りでね何とかしてるんですけど、本当にねこういうデッキなんでね30種って、よいしょ。でエリポン一応か、まあ3種出すメリットがないんですよねぶっちゃけ、まあ走らせて、よいしょ。で結局ね、結局エリババゲーみたいなのがあるんで、まあ僕の負け筋はこのマザニクっすね。でマザニクさえ飛んでしまえば多分これ突破されないんですよね、やばくないこれね。相手はね頑張って剥がしてくるが、あ待って逆がやばいことに気づいた、さたさた逆の方がね入ってる、うん、ちょっと怖い怖い怖い、ちょっと怖いね。でそろそろね出したいんじゃないってなるじゃないですか、いや出したいっすね俺も30し、そろそろ30し出したいんですけど、多分出さなくてもねなんとかなる領域までね来てるんですよね、だんだんと。さあ、まあ、ライトニング来るかもしんないんですけど、まあ来たら来たで、この今逆サイねぶっぱしてます、
見えるか見えないところのスレスレで逆性ぶっぽいしてます。はい、いやーこれはさすがにできついんじゃない。ヒースピも欲しいな、ヒースピも欲しいな、ゴルネマシット欲しいな。さあもうぶっぱ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 で、これ一旦逆性いこうか。あー言うのがない、いっちゃうんです。はい、というわけでね、3-4-13なんですけど、ほぼ出してないんで変わんないですね。まあこれが3-4ですね。はい、もう3-4なのか3エリポンデッキみたいなとこありますけどね。まあそんなわけでね、もう3-4デッキですけど、3-4はほぼ飾りみたいなもんなんでね、なんかこうエリポン置いたら基本的にやっぱエリポンに相手がコスト使ってくれるじゃないですか。まあそしたらね、なんかその、まあ、相手のスペルを使うタイミングにもよるんですけど、そのエリポンに打たせた瞬間にね、あのもうエリババーヒースピーダッシュみたいなのすると意外と決まったりするんでね、なんかね、なんかあるんですよ。1周目のエリポンには相手も普通にまあファイボとかライトニング打ってくるじゃないですか。でもね、僕の2周目っすね、あの僕の2周目のまあそういうエリポンに対して相手はね、意外とこうちょっと間に合わないことが多いんですよ。で相手はじゃあ無理やり余計にね、なんか1枚無理やり回してからのなんかね、エリポン壊すスペルとか打った時に無理やり回してるんでコストがやっぱちょっとないんですよね。だからこそのそのタイミングでの8枚ブッパーがね刺さったりするんですよね。なんかあの2周目エリポンに対応してきた時にブッパーですね。よし、まあでもスペル今回相手が使ってこないんでね、よくわかんないんですけど、え？行かないの？マジでゴルナイのさ、その意味がわかんないんだよね、このガチ運ゲーなんだよな、本当にちょっとわかんなすぎてやばい。今のは俺ムート行くと思ったんだけどな。さあ、いやこれ拾えてるの熱いな。俺の相手のデッキ迫撃のどんな迫撃なんだろうね、なんか中身がちょっとよくわかんないんですけど。さあ、まあ2100まで削られてるのはバカ痛いんですけど、エリポンがすごいですね。エリポンがすごい溜まってるんで、まあさすがにちょっとこれ勝ちたいよね。エリポンスペルがないのかな、いやわかんない、あるのかもしんないんですけど隠してんのかな。さあ、であとはディガーとかちょっと拾っていきたいしね。さあエリババとか流してね、もう暇なんでね。いや熱い、いや拾えてるのしかも熱い。いや、熱い。いや、ガゴムレはやばい。ガゴムレちょっと待って、やばい。本当にやばい。ガゴムレはね、自陣で処理しなきゃいけないんでね。よいしょ。さあ、こっち来てもらって。で、両サイね。もうエリアドのね、ご了承をしていきたいです。いやー、ガゴムレいたんかい。いや、だがしかし、走る。で、これはね、エリポン守ります。エリポンです。あー、ちょっと俺の位置が思ってたの違ったな。で、これガゴムレどうせ来るんで、端前ちょっと刺したりしたいな。多分ファイブ持ってんのかな。いや、持ってそうなんだけどな。あると思うんだけどな。いや、わかんねえ。ワンチャンない説ある。いやー、これ相手きついやつだな、もう。陸行きがね、さあ来ました。逆サイね。エリババフィースピーの右側遅れてたるですね。エリババにね、負けるね、悲しさですよ、この。オーケー。で、エリババも刺さるし、三種も刺さるし、いやー、神相性でしたね。相手が打っただけだったのか。いや、めっちゃトロシキーな。全然もない。まあ、なんか相手がね、本当にこう、中型スペルなかったらね、マジでエリポンゲーできるんで、一生エリポン置いてください。さあ、よろしく。で、オーバーリョウキさんはね、俺の知ってる人ならね、スケラですね。なんかババコスケラとかよく使ってたんだけど、今はわかんないですね。なんかスケラのイメージですね。なんで、エリポン置きたいな。あー、ゴルネだったら違えな。わかんないな。さあ、まあ高めに一応出しとこうか。ヒースピでちょっと回復してあげて、カード回してあげてね。さあ、ゴルナイでダッシュ。いや、両方ともね。よいしょ。さあ、インドムートか。なんか、ザッピーインドムート、なんかよくわからんスキラが生まれてたのは生まれてたんですけど。いや、これちょっとね、3-4出していいっすね。ファイボ使ってほしいけど、いや、使ってくんねえな、さすがに。ダメでしたね。
ゴッツプランが。この早めの3視点回にファイボとか打たして、あう、でかいでかいでかい。打たして、エリポンが生きるよっていうプランですね。なんで、ここの、このエリポンがね、最強になるんですよ。まあなんで、このエリポン来たいなってタイミングで、ちょっと攻めたりされるとね、ちょっと嫌なんですけど、あとインドラがね、一生空飛びそうな気はしましたが、まあまあまあ、一旦置くか。前ですね。後ろはスキラで壊されちゃうかもしれないんで。来たら止めようかな。さあ。よいしょ。いやー、痛い痛い痛い。痛い、マジ痛い。いや、インドラがやばい。マジ、インドラやばいっすね。インドがマジで剥げる。で、ここはまあさすがに。いや、キングに行くのか。まあまあ。まあまあまあ、ここをしのいだだけ、なんならよくやった方ですね。で、あのゴースト、タレとか繋げたいけど、一旦我慢ですね。さあ、右下置く。で、インドラマジで、まあどうにもできないんですけど、まあどうにもできないなら何もしなければいいみたいなところ。さあ、ゴルナインとか出しながら、これ言うの釣られないんだね。ちょっと言うので一旦陸受けね。まあ、スケがあったっけな。いやー、ちょっと硬いよね。勝てんだよなこれがまた。で、エリポン置きたいっすね。さあ、ハイブ使ったんで、みたいな。いや、これ、ブッパでいいかもしれんな。なんとなく。いや、でも、相手、陸受け多いね。ね。もう、陸受けしかないぐらい、陸受けなんで。よいしょ。いやー、痛えよ。痛えけど、意外と世界変わらんか。真ん中折りがやべえな。いや、ムートやべえ、それ。すげえ邪魔。いや、すごい邪魔、ムート。いや、ワンチャル。ワンチャない。いや、待って、ゴルナイどっか行った。あ、違う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 。ゴースが刺さって。ニョキとナイス。いやー、なんか相手ゴルナイ走ってどっか行きましたね。ラッキーすぎ。でげさあ来た。なんかさっきもファイボで一応ね三振ワンパンされてたけど、なんかそんななんか気になんなかったなね。結局なんかエリポン置いてもうなんか三重子が生きるか生きないかとかよりはもうエリババゴルナイね、ユウのゴースト頑張って頑張れるいけるみたいなね、もうなんかそっちにしか目がいかないですよね。さあインドラスケブはあまりわからないですね、正直。なんでしょうか。ここでなんか、いや、なんも出ないのか。なんなんだ。いやー、ちょっとなんかめんどくさいっすよね、でも。さあ、いや、わかんないな。いや、めっちゃいるな。いやー、これ、やば。これやばいね。これ、まあ、守れないんで、100-0 で守れないんで。もう守んないっすよね。いや、これ、キング俺折れるかもしんないな。ちょっと、やばい気がすんな。一応、スケルトン部隊とかいたんで、ちょっと、ヒースピぐらいね。そう言ってあげて。ナイス？いやー、オッケー、ナイス、ヒースピ、ナイス、ヒースピ。いやー、これさすがに折れる。で、からの、もうちょっとプレッシャー与えた方がいいね。今、リーク裂いたんだね。よしよし。で、プレッシャー与えて、ゴルネダッシュして、タギが一瞬変わっちゃうね。いやー、これ、やばいかな。ロイホグバルーン引いたんですけど、お願い、三四コスト溜まって、バルーン来たら終わるんだって、防衛リポン、戦闘ってなっちゃうんでね。防衛リポン、やばいやばいやばい。とりあえず三四のコストを常にキープだな。バルーン警戒でね。さあ、いやー、来た。いや、これは、別に一本折られていいですね。なんなら左にでしたね。当たり前に。いやー、やってもたけど、これマジ2-1プラン。てか3-2プランですね。さあ問題ね、スケルトン部隊の位置っすよね。いや、これ読みでやってな。ダメだった時鬼なんだね。うん。さあ。おい、怖え、これ。いや、ババもいんのか。どっちかだけにしてくれ。さあ、ババスケブはね、カッチカチやで、マジ。ね。いやー、でもこのゴーストうざいよ。
さ守ってくる。いやアイウィズやば。あでかい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 。でもでかい。でこれさ今陸咲いたよねって。いやーでも俺も空咲いたからな。いやこれ速さ勝負勝てるんじゃね。いや勝てないかな。エリババとどっちが速いっていう。エリババでしたー。レースね最強はエリババでした。一等おめでとうございます。ナイスー。いや真面目にやばいね。まあ三子というよりかはもう周りがやばいね。さあよろしく。すげー引き分けしてほしい顔してんじゃん。なんだろうなデッキが。あースパちゃんか。いやーめんどくせーすね。スパーキーはねちょっとサイクルにもよるけどちょっとめんどくさいっすね。まあ全固めするか。なんかゴルナイのバグの辺がちょっとよく分かってないんでこのどうなるかがね。よいしょ。さあまあさすがにこれ一旦こっちに打ってもらって。いやーこれさ相手なんで受けてくんだろう。ファイブとかあると思う。いやねえよな。あったら知らん。いや低めスケブかめっちゃいいじゃん。うわーガゴムレー。え？ちょっと待って待って。小物が多いし小物がつるいんじゃこのデッキは。いやーエリポーン。エリポンガチダメか。多分矢沢くんとかじゃないかな。矢沢ザップの編成とかだと思うんで、まあ、一旦エリポンいて端前ジャイガゴムレとかもないんで、まあ、来てジャイコウモリ。いやこれさエリポンなんとかなる。いやなんならさミニペックから。あーそのコウモリやべ。いやー待ってそのコウモリやべ。いや耐えたい耐えたい耐えたい。いや耐えれる耐えれる耐えれる。ゴースト頑張れ。いや残るだけだっつ。オッケー残ればね残ればいいんすよマジで。残ればいいんだよ。よくやったよ。800でしょ。800から守れるからクラロは。やべ無理。ちょっと待って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 無理でしょこれ。まあ一旦ガゴムレで受けるか。なんか悩んだけどな。さあこれさゴルナイにさ受けた方がいいよな多分。いやーマジか。まあもう、まあ、いやこれタルが遅れた。タルが遅れた。お願い。オッケーオッケー。いやーだがしかしなんだな。だがいやーでもよく頑張ってるぞ。いや意外とこのエリアドで押し切れそうな気もする。いやあとガゴムレだね。いやあのガゴムレやばいね。ミニピーだっけ。いやーいや頑張るよ。でもミニペがいるね。ミニペがね左に来るんで右エリババで刺します。いやーこれ逆だったかな。いやそんなこともない。いやもうわかんねー。とりあえずキチーノだけはわかる。てか1000までいってるよ。でもあれあれあと1000までいってる。さあいやワンチャンワンちゃん走れるぞ走れるぞ。言うの走って。いやマジでマジである。いやー来ねえのか。いやー真ん中じゃいい。いやゴルナイいい雪すんな。鬼の許容します。さあいやこれ左ぶっぱ説あるなマジで。ここで決め切りたい。もう真ん中じゃやめて。真ん中じゃやめて言ってんじゃん。いやマジで突破できるんじゃない。いや低めスケブー低めスケブヤンキー。あれ待ってでも入りそう入りそう入りそう。入ってる入ってる。なんならあれこれゴースト。いやこれ右だ右だ。これ見て右なんです。正解は正解は右なんです。
言うのがオッケー。え、いやーマジででかいな。あのね、三種町スケルトン舞台とか、あの小物系マジきついんですよ。あのタルババなんでね、奥のスケブとか突破できないんですけど、勝ちました。まあゴルナイのね奇跡かな、知らんけど。ナイス。はい、というわけで今日ね三種ちょっと13で、マルチね勝てんのかちょっとやってみたんですけど、なんかあんま13と14の、ね、違いがちょっと分かんなかったですね。結構勝てて、はい、びっくりしました。なんで皆さんもね、はい、ぜひね、この三四ゴールね、使ってみてください。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。